皆さんこんにちは、なぎさと申します。皆さんこんにちは、相方です。本日は国家方針大幅追加モッド、ザ・ロード256の中国共産党で遊んでいきます。ということで中国共産党で遊んでいくんですけど、まずは現状から説明していきます。安定度は 45%、強力度は 70%、工場数は驚異の3個からのスタートになります。人的資源も壊滅的に少ないように見えますが、どうせ後で増えるから気にしなくていいのと、最初はデバフがついているから人的は少なめになっているよ。お次は国民精神を見ていきます。5つ目が徴兵の3乗になります。この国民精神によって安定度、徴兵可能人口などにデバフが入っていますね。3つ目が敗北主義。これもまた安定度の低下と陸軍に対するデバフが入っていますね。3つ目が日本への過小評価。これも陸軍に対してのデバフですね。4つ目が熟練者の不足。軍事系にデバフが入る国民精神ですね。5つ目がインコンペテントインダストリー。こちらは生産系にデバフが入るものですね。最後がインコンペテントネイバルインダストリー。こちらは造船と出力にデバフが入るものですが、現状この国は内陸国なので関係ないですね。なんなら国かどうかも怪しいです。次は経済法ですね。経済法はゲリラ戦ですね。まあ、ゲリラ戦って時点で経済なんて概念なさそうですけどね。そんなよくわからない経済法の割にしては効果はなかなか強そうですよね。そうなんだよね。消費財が 1% になるのが特に強力だね。まあ、工場が産地からスタートのこの国じゃあまり恩恵は得られなそうですけどね。次は徴兵法ですね。徴兵法は新兵へのプロパガンダですね。徴兵可能人口は 3% に、いろいろなバフ、デバフがついた徴兵法ですね。正直、大規模徴兵の方がいいってことは国家機密でお願いします。さあ、長々と説明をしてしまいましたが始めていきます。最初の国家方針は何を選んでいくんですか？ツリーを一通り見たんだけど、取れるのが一つしかなかったから、最初の NF は徴兵からの再起を取得していきます。NF 徴兵からの再起を取得しました。次は来るべき日に備えて NF 訪日に注力を取得していきます。これから日中戦争が始まるので準備していきましょうね。NF 訪日に注力を取得しました。ただ現状の兵力と領土では満足に戦争ができないので、NF 前線への接近を取得していきましょう。あ、今回は初期拡張してから日中戦争に参戦していくんですね。ということで最初の犠牲は賛成になります。山岳や兵力差を見ると沼りそうですが大丈夫ですか？さすがに賛成相手に沼ることはないよ。ということで賛成が降伏しました。何ですか今の？やってみたかっただけです。また懐かしいネタを引っ張ってきましたね。話を戻して降伏した賛成は全土併合しました。NF 生成計画を取得。この NF の効果によって馬群伐に宣戦布告していきます。馬群伐との国境は長いので戦線の隙間を縫うように進行していきましょう。我々も師団が足りませんが相手も師団が足りないのでご利用していくといいでしょう。ということで馬群伐が降伏。全土併合して講和が終了しました。次は NF で宣戦布告できるようになった新疆に宣戦布告していきます。特に苦戦することもなく新疆が降伏。全土併合しました。ついでにプンガニスタンにも宣戦布告。特に苦戦することなく全土併合しました。ここまで拡張してきましたが、次はすでに始まってる日中戦争に参戦していきますか？そうだね、戦力を少し整えてから参戦していくよ。ということで中華民国から参戦のお誘いが来たので参戦していきます。しかし参戦を表明したのはいいものの、前線に師団を配備していなかったため、敵に少し領土を削られてのスタートになりました。戦力を整えるつもりが少しせっかちになってしまいました。開戦から半年、北京が陥落したり、我々も領土を削られながらも、なんとか戦線を維持させることに成功しました。このままずっと防衛を続けていく感じですか？本当は防衛をした方がいいとは思うけど、あんまり防衛ばっかりだと変わり映えのしない動画になってしまうので、日本側の死者が100万人を超えてきたら構成していこうと思うよ。防衛ばかりで暇だったので、NF 建国を取得し、国名が中華人民共和国になりました。この時点で正当な中国政府化は置いておいて、一応ちゃんとした国家になりましたね。開戦から約2年が経ちました。日本軍は上陸を駆使して戦線を拡大させていますが、それはつまり、相手も正面の師団が少なくなっているということ。ということで反撃を開始していきます。正面の日本軍が少ないということもありますが、そもそも満州軍、蒙古軍がかなり弱く突破できていますね。この時師団の幅を初期の8幅ではなく大量突撃右のバフを受けた16幅歩兵師団に変更したので、一応質の面なら満州や蒙古に負けないような性能になっていると思うよ。その後快進撃を続けた結果、蒙古国が降伏、このまま満州まで進攻しに行きましょう。その後満州国まで進攻しましたが、思ったよりも日本軍が集まってきたので膠着してしまいました。ここからどうしますか？これ以上無駄に突撃していても歩兵装備を減らすだけですよ。とりあえず、ここからは防衛に切り替えて新規師団を徴兵しながら戦力を増強していきます。防衛していたところ日本軍が突撃してきました。日本軍はすでに120万以上の損害が出ていますので、これから太平洋戦争に突入するはずなのでもう無理そうですね。この突撃が終わったらまた反撃しましょう。ということで再度攻勢開始。大体の戦線で優勢の表示が出ていますね。このままいけるところまで反撃していくよ。
この後反撃していった結果、満州国が降伏しました。その後、朝鮮半島に侵攻しようとしたところ、日本が和平を申し出てきました。受諾しますか？とりあえず、蒙古と満州は手に入ったので受諾します。が、朝鮮半島は手に入らなかったので、未だに戦争中の中華民国の参戦要請を受諾して戦争にもう一度参戦していきます。せっかく和平を結んだのに秒で破られる日本軍かわいそうですね。突然の参戦に対して日本はまともに準備ができているはずもなく、スムーズに朝鮮半島を明け渡してくれました。朝鮮半島を制圧したと同じタイミングで朝鮮半島の処分を決めるイベントが出てきました。上から独立、中国の傀儡、日本に併合ですね。この3つから選べますがどうしますか？今回は我々、中華人民共和国の傀儡国になってもらうことにしたよ。その後、何度か日本による嫌がらせ上陸を受けながらも、日本軍を大陸から叩き出したことにより、中華民国が日本と和平を結び、ようやく日中戦争が終結しました。和平を結んだタイミングで日本はフィリピンに宣戦布告しましたが大陸の領土を失陥した状態で正気はなさそうですね。その後、チベットを解放という建前で全土併合したり、陣営を無理やり除外した挙句宣戦布告してきた中華統一戦線を全土併合したら、これにて完全体の中華人民共和国が完成しました。もう国かどうかも怪しいゲリラ部隊だなんて言わせません。ということで中華を統一することができたので今回はここまで。今回中国共産党で遊んでみていかがでしたか？初期の工業力、人的資源は心もとないけど、NF ですぐに改善することができるからかなりプレイしやすかったよ。敵国になる日本も防衛さえしっかりやっておけば負けはしないと思うから、ホイヨンに慣れてきたなと思う人はぜひやってみてください。ということで今回はここまで。チャンネル登録お願いします。最後までご視聴、ありがとうございました。